マシュマロ女子は文化社の雑誌ラファーファによる造語。ただし実際にはラファーファが提唱する以前からグラビアアイドル業界で使用されていたことが確認できる。日本初のぽっちゃり女子のための本格ファッション誌をコンセプトとするラファーファの特集記事が元となり生まれた。ラファーファにおけるマシュマロ女子系コーディネートのモデルには 身長1 5 8トル体重8 5ラムの後藤聖奈が起用されている。テレビでも2013年12月17日放送の富士テレビ情報プレゼンター特だね。で、マシュマロ女子が大人気といった特集が組まれた。2014年12月5日のマイナビウーマンニュースによれば、1、2年前から漫画や雑誌でマシュマロ女子が 話題になってきたといった記事が書かれ、女性にとってのマシュマロ女子は、ぽっちゃりして可愛らしい感じだが、男性にとってのマシュマロ女子は、ちょっとむっちりむっちりした女性らしい女性だとし、ミロのヴィーナスが、男性にとっての理想体型であること、笑顔と清潔さが大切であると報じた。2015年4月、同年9月30日より、4リットルサイズのコスプレ衣装。 マシュマロガールズシリーズが発売されることが発表された。類義語に小学館の雑誌、キャンキャンによる造語、プニ、コがある。ありがとうございます。